で翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いします。まあ一日ちょっと遅れてしまったんですけども、はあはあ、昨日締め切りまして、うん、今日です。はいはいはい、抽選発表。これほぼまだ2週連続ってことだよね。そうなんですよ。そうだね。はい、はい、で応募者はどれぐらいだったんですか。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。リツイートの数自体は400件超えてたんですよ。ほう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 、はい、まあ、今回あれでしょう。だってリツイート引用とかじゃなくて、もう含めて全部含めて400で、まあそう今スタッフさんが言ってくれましたけど、うんうん、引用リツイートとそのリツイートどっちも換算するんで、うん、今回はもうダブルアップチャンスなんでね。そう、もうめちゃめちゃ、それが38人ぐらい来ていただきました、はいはいはい、まあこれがまだみんなに浸透してないってだけでそうですね。そう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 。で、実際に僕が確認できた、うん、だからまあ今回の抽選に見合う方、うんっていうのが399人。399。はい、だからちょっとこの抽選機に399でまでお願いします。セットしますね。これでまあ2ですよ、うん、これなんかやっぱりパパンティなんか2つやってんの。ちゃんとめっちゃやってますやっぱね。はい、こっそり別赤でやってるかもしんないからね。あ、そうなの。それもあったんですよ。あ、本当に全然タクトの方ではいたいた。なんか私こっちのアカウントでも登録してますみたいなね。まあいいですよ、そういうのは。全然いいですよ、別に悪気ないんでね、はい、誰もそんな福赤禁止とも言ってないですから、うん、別にいいですし、なんか全然知らない人から、うん、この3つ同じアカウントなんで気をつけてくださいって言われて、うん、あ、はいみたいな、うん、忠告をしてくれて。そうなんですよ。もう気をつけてください、この人同じ赤でやってますよそれはもう税かな、これ。まあ、まあ、良かれと思ってですよ、はいはいはい、しかも全然タクト関係ない方なんで、はい、はいはい、まあとにかく390で分かりました。お願いします。はい、一発目はスパンとすぐ止めて2発目を貯める。貯めますか。分かりました。お願いします。これね、結構やっぱね、なんだろう、空回しこの抽選機してみたんだけど、はい、大きい、まあ500とかで設定して、はい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 、なんかやっぱね、大きい数字が出やすいなっていうちょっとイメージ。あー、まあ、これはちょっと今後のね、あ、ちょ、対策、そうそう、なんか一桁ってあんま出ねえなとか。まあでも確率的だって何分の9ですから。まあ、そうですけどね、うん、だからまあ本当に2桁台よりどっちかとも完全にやっぱ3桁、うん、でまあさらに後ろの方がちょっと行きやすいのかな、この抽選機はってぐらいのね。うん、まあちょっとそういうなんかニュアンスがあるってことですね。あ、そうそうそう、はいはいはい、じゃあ399ですね。399です、はい、お願いします。はい、じゃあまず1回目はスムーズに止めますよ、はい、パチンといっちゃってください。はい、ドン。193番。193番、誰だ。僕ちょっと真ん中辺ですね。そうですね、193番は、はい、これは何て読むんですか。ミシェルじゃん。ミシェルさん、はい、ミシェル星、英語でね、ミシェル星トリエルさん。ミシェル星トリエルさん、どんな方ですか。ちょっとこれ探すの大変なんです、うん、ちょっとミシェル星トリエルさん探しますね。まあタクトじゃないなって感じは若干するけどもまあ僕は見たことないです、そのミシェル星トリエルさんなんて。ああ、なんだろう、一応検証かなのかな。なんかちょいちょいプライベート的なツイートもしてるんですけど、うん、あとやっぱ最近人数が増えてくると、はい、検証赤でもない完全な第三者的な人も中にはもういますね。リツイートのリツイートみたいな感じしてるんで、まあまあ全然ありがたい話です。たまたま誰か知り合いがリツイートしてるのを見かけてやってきたみたいなね、はい、まあそんな人もいるね。はい、まあミシェルさん、ミシェルトリエルさん。ちなみになんかその人の近くに誰か惜しい人とかいなかったんですか。あ、ちょっと待って、それがいます。いや、近場にはそんなにいないですかね。前回の司法さんみたいなことはなかったので。ないですね、僕が見る限りは。はい、わ、はい、かりました、うん、じゃあミシェルさんね。そうです、はい、おめでとうございます。ミシェル星、じゃあこれ2回目ははい、だいぶ貯めていきますよ。お願いします。はい、じゃあまずボタンを押しにスタートします。はい、押した。はい、まあでもそうか、今のもだから100何番ですか。93だから、まあ、半分よりちょっと手前だよね。はい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 、まあでも確かにね、今までを考えるとそんなになんか多いですね。3番とか4番とか言った覚えがないなとか行ってみたいですよね、うん、1番。ちなみに今回1番 HY さんですよ。おぉHY さんすごい、さすがですよ、これもうまあでもそういうのは嬉しいです、はい、逆にね。そりゃそうですよ、やっぱパッと言ってくれて、うん、だからこれで1って言ったらすごいんですよ。いや、本当すごいですよこれ目押しできないんですか。できないですね目押しをしようとしてもなんつうのか、やっぱりズレ、うん、数が多いから次のタイミングが取れないからね。あ、そうか、わかんないから、一桁があったと思ってもね、うん、その瞬間押したところでか、うん、そうそうそう、はいはいはい、じゃあ行きますよ、もうそろそろ。はい、ドンと行こう。ポンポン。おお、若い。ウーパー20。若すぎません。いやでもね、これ前半はタクトの方固まってるんで、これはいいと思いますよ。3。うわ、激戦区だ。はい、20番。ほう、まずタクトの方です。タクトです。さあ誰よ。前回は元オニコン相談の人でしたね。イーリーガルの心さんです。そうです。今回はオツル君だ。おお、オツル君だ。絞られたよ、絞られたよ、はい、今もね、応募しているオツル君の方、まあ若いから分かっちゃうのかな。リアさんです。リアさん、はい、おめでとうございます。おお、これただね、すごいんですけど、
近くにやっぱめちゃめちゃいるんですよ。まず、まあ、やっぱりそれはさ、翼チャンネルで最初の方にリツイートしてくれる人ってまず見てる人ってなると、これね、タクト民が固まりますよね。まず1個上にカフェブラックのまさきさん、はい、最近よくねコメントしてくれる。でその上に夏さん、鬼ゴンの、ね、でその2個上にサラさん、はい、そしてその1個上にラッコさんでもう3個上におでんくんいたり、あーおでんくん惜しいなで下にもうちょっと行ったところに、今も元オニコンのイリーガル言っちゃったけどアムさんとか、ほうほう、その1個下おつる軍団のシンさん、ほうでその下がサキウタさん、はー、これ激戦区でしたね。中で、リアさん、リアさんです、おつる軍団の、はい、いやこれは嬉しいですよ。はい、やっぱいい戦いをしましたからね。ね、もうタイミング的にはバッチリで、うん、ちょっとこれ一応本当のリアさんが確認しますね。僕が入れてるだけ、違うリアさんでがっくりさせたらどうすんの。めちゃめちゃリツイーターでしたね。最初おつる軍なんて言ったでしょ、だって。いやそう、僕一応ちゃんと確認で右側にギルドの名前入れてるんですよ。だから間違いないと思うんですけど、ちょっと一応確認させてください。今ドキドキタイムになっちゃってるよこれ。そう、リアさんはリアさんで、え、大丈夫かなみたいな感じになってますけども、でどこ行った。あ、はいはい、よかったよかった、おつる軍団、おつる軍団のリアさんです、はいはい、よかった、今一瞬焦った、 いなくなったかと思った。あの戦いがなければ、はい、なかったかもしれないんでね。あ、こういうこと自体がね。いや、そうそうそう、だってフォローしてくれたことがちょっとよく覚えてないんで、自分は覚えてないっていうか、まあ分かんないですよ。そうだ、あの後に本当に何人かもフォローしたりとかあったんで、この戦いがあったからこういう抽選に応募してくれてるっていうのが、そうですね、もあるかもしれない。すごく縁があるなと、まあ、よかったじゃないですか。いや、これはよかったです。これはまあ分かる方というかね、うん、なんかしないけどオニコンの人たちはいつも絡んできて、今回はまあパパンティーはいなかったんだね。ちょっと見なかったですね、数字の場所に。 AFO はいなかった。今回サチさんにしてもそうですけど、うん、AF の方にもちゃんと AF でついてるんで、僕が見る限りはなかったんじゃないかなと思います、うんうんうん、はい、まあいいですよ。だから本当にかくやっぱね、はい、2回2人いたら1人はちょっとね、いや、そうです、タクト側に行ってほしいですから、はい、で、まあこれ次回、はい、1000人ですよ。そうなんですよ。で、今現在がね、940ぐらいなんちゃらぐらいだったから、はい、まあまあまあ、あとまあ50人ちょっとね、うん、どれぐらいになるかは、翼チャンネルはほら、ダメな時は全然ダメなんでまだね、ただまあね、これ前回も言いましたけど、はい、1000人はさすがに大盤振る舞いをするんで、ですね、はい、まあだからちょっとね、まあ、いくらっていうのはまだ今のところ考えてはませんけど、はい、まあ、ちょっとなるべく大に人数も多くして金額もちょっとね上げれたらいいかなっていうふうに、はい、うん、思うんで、まあ、翼くん一生懸命働いてください。そうですね、うん、はい、まあ、それでいいと思いますよ。頑張ります。はいはい、はい、まあじゃあそういうことで、今回はお二人1000人でお会いしましょう。はい、2名さんおめでとうございました。どうもありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよ、な、な、チャンネル登録してくれよ、な、な。